どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙はちょっと手を抜いたせいで、大きな失敗をした経験ってない？ないぜ。断言したわね。こう見えてきっちりしているんだぜ。ちょっとした気の緩みが大惨事に発展する可能性もあるからな。頼もしいわね。霊夢は、その目は何かしら？いや、なんでもないぜ。フライパンから目を離して、ぼや騒ぎを起こしそうになったくらいよ。やっぱりあるんじゃないか。パンケーキを6枚焼いていたのよ。聞いていないんだぜ。というか、食べ過ぎだ。それはそうと、小さな手抜きがきっかけで起こった事故の話があるんだけど、聞きたくはないかしら？一体どんな話なんだ？ぜひ聞かせてほしいぜ。それじゃ今回は、北海道で起きた知床観光船沈没事故を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まず最初に事故の概要について説明するわ。事故の発生日は2022年4月23日。場所は北海道の斜里郡斜里町よ。知床半島の西海岸沖を運航中だったカズワンという観光船が、一時消息を絶った後に沈没しているのよ。その事故なら知っているぜ。当時随分と世間を騒がせていたよな。もっと詳しく教えてくれ。まずは被害者について話すわね。この事故により乗客と乗組員のうち、20人が亡くなり6人が行方不明となっているわ。大勢の命が失われてしまったんだな。このカズワンという観光船は、斜里町から知床岬を経由して、斜里町に戻ってくるというルートを運航中だったわ。時間にしておよそ3時間程度の距離よ。ちょっとしたクルーズだったんだな。たった3時間の間に、そんな事故が起こるなんてな。事故が起こったのは春季の運航初日だったのよ。ちょうどゴールデンウィークに先だってね。これから活発に運航していくというところだったんだな。大事な時期だったんじゃないか。一体どうしてそんな沈没事故が発生してしまったんだ？では、ここからは事故が起こった背景を説明していくわね。事故が起こった原因はいくつか挙げられるわ。まずは当日の気象状況よ。当日は運航ルート近辺で、強風波浪注意報が発令されていたのよ。ということは高波による被害を、警戒しないといけないタイミングだったんだな。そんな状況なのになぜ運航を中止しなかったんだ？悪天候になるのは午後からの予想で、朝はまだそれほど風や波が荒れていなかったそうよ。これくらいなら大丈夫だろうと気が緩んでいたんだな。カズワンの船長は別の観光船運航会社のスタッフから、運航を止められていたそうよ。素直に従っておけば、午前中はそれほど問題なかったんだけど、午後からは次第に天気が荒れ始めたの。高波も確認されてカズワンを運営していた、有限会社知床遊覧船の事務所は、午後に出航予定だった便の運航を取りやめにしたのよ。それなのにどうして運航を続けたんだ？事務所の従業員が船長に連絡しようとしたんだけど、繋がらなかったのよ。無線が備わっているんじゃないか？そっちを使えば連絡は取れるはずだぜ。それができなかったのよ。事務所の無線用のアンテナは故障していたの。3ヶ月ほど修理もしていない状態だったわ。なんてずさんな管理体制なんだ。その後別の事務所から無線を使って、13時頃には船長と連絡がついているわ。船長はなんて言っていたんだ？戻るのに時間がかかるとは言っていたけれど、特に緊急事態でもなかったみたいね。ただその地点を通過する予定時刻を大幅に過ぎていたのよ。全く問題がなかったわけではないんだな。でもその直後に事態は一変しているわ。従業員が無線連絡を終えて自社に戻る数分の間のことよ。再び船長と通信すると、船が沈んでいるとの報告があったわ。本当に一瞬の出来事だったんだな。この報告を受けて、従業員がすぐに海上保安庁へ救助要請を出しているわ。残念ながら間に合わなかったのか。天候も荒れていたようだし状況も切迫していたし、救助するにも思うように動けなかったのかもな。また国土交通省にも情報が届いていて、事故当時カズワンはエンジンが故障し、もはや自力で運航できる状態ではなかったとのことよ。そうなのか。それが分かったところでどうすることもできないのが悔しいぜ。乗客や乗組員はどうしたんだ？乗客も乗組員も救命胴衣をつけて事態に備えていたのよ。逆に言うと、それくらいしかできることがなかったんだな。二つ目の原因としてはチェック不足が挙げられるわ。事故当日、カズワンの甲板のハッチはきちんと閉まっていなかったのよ。なるほど、そこから海水が浸水したんだな。そういうことよ。また甲板の下には船蔵や機関室などを区切る隔壁が設置されていたんだけど、そのうちの一つには大きな穴が開いていたのよ。さらに二つには穴を塞いだような跡が発見されているわ。その穴のせいで浸水しやすくなっていたということか。無線用アンテナの件もそうだが整備が甘すぎないか？確かに整備不良は指摘されているわ。隔壁が通常通り機能していれば、そこまでひどい浸水にはならず、沈没にまでは至らなかった可能性もあるそうよ。
そういう一つ一つの、小さなほころびが大惨事を招いたというわけだな。あとこれは事故には直接関係ないかもしれないけれど、カズワンの船体には亀裂も見られていたの。それにもかかわらず、修理はしていなかったのよ。それはもう、怠慢と見通しの甘さが原因としか思えないぜ。それと、これは事故の直接の原因ではないけど、有限会社知床遊覧船は連絡の手段として、簡易無線と船舶レーダーしか使用していなかったのよ。簡易無線ということはそれほど出力が強くないだろう？どうしてきちんとした無線を使わなかったんだ？船舶無線の許可を受けずに営業していたのよ。従業員が船長と通信した際もアマチュア無線が使用されているわ。それって業務に使用してもいいものなのか？電波法に違反しているわ。カズワンの形違いのカズ3には、アマチュア無線機が備わっていたしね。20年ほど昔から、アマチュア無線を業務に使用していたそうよ。今回の事故以前から問題が散見されていたんだな。問題は他にもあったわ。事故の1年前である2021年の4月に、カズワンの定期検査があったんだけど、検査不合格となっているのよ。何が原因だったんだ？甲板の椅子がきちんと固定されていなかったのよ。しかも不合格であることが判明する前に運航しているわ。それだと検査の意味がないんじゃないか？その通りよ。本当は検査結果で合格判定が出るまで運航してはいけないんだけど、カズワンは検査証書を持たずに、違法状態で運航しているのよ。その運航は無事に済んだのか？いいえ、負傷者が出ているわ。検査不合格の原因となった甲板の椅子のせいでね、運航中にロープと接触した際、椅子が動いて座っていた乗客が打撲を負ったわ。言わんこっちゃないぜ。適当にも程があるんじゃないか。でも、そんな事故があった後も、カズワンは運航を続け、運航を終えた後も、海上保安庁に報告をしていなかったそうよ。沈没事故以前の事故はそれだけだったのか？同じく2021年の6月に浅瀬に乗り上げる事態が起こっているわ。どうしてそんなことになるんだ？原因として GPS への航路の入力ミスが指摘されているわ。聞けば聞くほど、ケアレスミスばかり出てくるな。カズワンに緊急事態が発生し、知床遊覧船社内の関係者たちは救助活動を試みているわ。そりゃ放っておけないだろうな。だが、天気も荒れて波も高かったんだろう？ええ、だから船では救助に向かえなくて、結局は海上保安庁に任せることとなっているわ。ミイラ取りがミイラになってはどうしようもないからな。どんな流れで救助が行われたんだ？救援要請を受けて海上保安庁から航空基地に連絡。それにより救助ヘリコプターが出動しているわ。そして事故発生からおよそ3時間後に、ヘリコプターが現場の上空に到着したのよ。かなり時間が経ってしまっているな。事情があるのよ。というのも事故当時、2機あるうちの1機が整備中だったの。もう片方の1機も紹介業務のために出動中だったのよ。よりによって、2機とも動けないタイミングだったんだな。海上での救助活動には、大量の燃料が必要だし、潜水士の存在も不可欠よ。そのため出動中だった1機は一度基地へ戻って、燃料補給や潜水士の確保を済ませてから、出発しなければならなかったの。だから現場到着まで3時間もかかってしまったんだな。またその約1時間半後に、巡視船が現場近くに到着しているんだけど、こちらも捜索までに時間がかかっているわ。それは高波が原因か？そうよ。本来の速度で動ける状況ではなかったのよ。その後も数時間おきに捜索用の機体が、現場に向かい、大捜索が始まったわ。海の上だと陸上よりも動きが制限されるし、大掛かりにならざるを得ないんだろうな。捜索は24時間体制で休みなく行われていたわ。でも天気が天気だし、捜索は難航してしまったのよ。悪天候だと視界も効かないだろうしな。それでも捜索が続けられたわ。日付が変わって、4月24日の早朝にようやく、行方がわからなくなっていた乗客が発見され始めたの。そうなのか。それにしても整備不良や無線の不備は日常茶飯事だったんだろう？そんな状態を容認していた知床遊覧船の社長は責任重大なんじゃないか？そうよね。その社長が最近になって、逮捕されたのよ。有限会社知床遊覧船の社長は桂田誠一という61歳の男よ。桂田は2024年9月18日に沈没事故に関する容疑で逮捕されたわ。そりゃそうなるだろうな。大勢の人間に被害を及ぼしているんだから。容疑は業務上過失致死だったわ。運航管理者としての義務を怠って徹底しなかった容疑ね。船に穴が開いていたり、傷があったりしたんだよな。話を聞いていると桂田は怠慢なのもそうだが、ことの重大さを理解していなかったような印象も受けるぜ。鋭いわね。運輸安全委員会からの報告で、桂田はお飾りの責任者と指摘されているわ。船の運航に関して知識や経験が乏しいという理由でね。そう言われても仕方ないよな。
桂田逮捕後の展開はどうなっているんだ？当時の乗客の家族29人が、有限会社知床遊覧船と桂田に慰謝料を要求しているわ。合計で15億円の賠償を求めたということよ。いくら大金を支払われても過去はなくならないし、失われた命は戻ってこないけどな。それに一命を取り留めた乗客も、命の危険にさらされたという意味では被害者だからね。刑事罰で裁いてほしいという声も被害者や家族から出ているみたいよ。そういう声が上がるのも無理はないと思うぜ。桂田は何かコメントしているのか？逮捕後の認否についてははっきりとはわからないわ。でも事故直後に開かれた会見では発言しているわよ。なんて言っているんだ？事故当日の運航に関しては船長と打ち合わせし、海が荒れそうなら引き返すという、条件付き運航としていたと話しているわね。後からなら何とでも言えるぜ。それに海の状態以前に、整備の問題が多すぎるじゃないか。また、被害者たちの捜索のためには、できる限りのことをするとして何度も土下座をしているのよ。社長としては当然だな。また運輸安全委員会からの聞き取りに応じ、運航について、船長の判断に任せておけばよいと思った、と述べているのよ。無責任だな。お飾り社長という見方が現実味を帯びてきたぜ。そうね。この記者会見以降、桂田は表立った発言を避けているわ。自分の責任を理解していないのか？メディアからの取材の際もどこか他人事というか、責任逃れをしようとする態度が見られたわね。記者会見での発言は何だったんだ？例えば遺族への謝罪については、言ってあげたいけど、今やると炎上して収拾がつかなくなる。と言って、明言はしていないのよ。沈没事故を起こしておいて、まだ自分の身を守ろうとしているのか。それに言ってあげたいという言い方もおかしいと思うんだが。謝罪の予定はあるとは言っているけれど、被害者家族全員を尋ねるほどではないとも答えているわ。誠実さが微塵も感じられないな。会見での土下座の価値もなさそうだ。船の整備に関しても無責任な態度をとっているわ。それ、社長としてどうなんだ？隔壁の穴の存在を知っていたのかと尋ねられて、日本小型船舶検査機構による検査はパスしていたから、あっても問題ないと思っていたとのことよ。やっぱり知ってはいたんじゃないか。社長自ら知りながらも放置していたんだな。そう答えつつも、隔壁の穴がなければ沈まなかったとも発言しているのよ。またこうした沈没事故は天候などに関係なく、いつでも起こりうるとして法整備のいいきっかけになったと言っているわ。腹が立ってくるな。どうしてそんな人間が社長を務めていたんだ？事故から逮捕までに2年半ほどかかったのも不思議だぜ。ええ、かなり珍しいケースと言えるわね。その2年半もの間、送検もされていなかったんだよな。何が行われていたんだ？捜査が続けられていたのよ。それだけ厳密に慎重に捜査がなされていたということか？ええ、事故の原因を特定するのが難しかったのよ。そうなのか。原因となりそうな問題が多すぎたのかもな。沈没したカズワンを引き上げて分かったこともあるし、船の故障や人為的なミスなど考えられる原因もいくつかあるしね。専門家の意見なんかも聞かないといけなかっただろうしな。またこれも異例なんだけど、桂田の身柄は海上保安庁が確保したのよ。それはあまりないことなのか？それほど多くはないわね。容疑者を逮捕したとなると拘置所に送る必要があるんだけど、海上保安庁はそういった誘致するための施設を保有していないのよ。なるほどな。まあ、海上保安庁は警察ではないからな。そういった意味でも今回の事件は異例と言えるのよ。2年半の時を経て逮捕した理由について、第一管区海上保安本部は、証拠隠滅の可能性があるから、と答えているわ。時間が経っているのに証拠隠滅ってどういうことだ？大きな事件だし、桂田の逮捕後にも、証拠が発見される可能性があるからね。桂田がそれらを隠すことを防ぐために逮捕したということか。それに証拠を隠すだけでなく、桂田が逃亡したり自殺したりする可能性もないとは言い切れないわ。なるほどな。逮捕することで桂田の動きを封じておこうというわけか。そういえばカズワンの船長はどうなっているんだ？船長は沈没事故で命を落としているわ。そうなのか。じゃあ本人の口からはもう何も聞けないんだな。それでも桂田と同じ容疑で、捜査は進められているのよ。ちなみに船長は豊田紀之という名前で事故当時54歳だったわ。何はともあれ、責任者が逮捕されて、被害者やその遺族が少しは安心できればいいがな。そうね。沈没事故で長男を亡くしたご夫婦は、ようやくスタート地点に立てたという感覚があるそうよ。2年半もかかったんだし、本当にようやくだよな。桂田が立件されない可能性だってあったわけだからね。でも同時に不安を感じてもいるみたいよ。確かに本番はこれからだからな。桂田に判決が下るまでは気が抜けないよな。彼らは桂田に厳罰が課されることを求めているわ。そりゃそうだよな。被害者遺族は桂田が無責任な態度を取り、他人事のような発言をしていたことなんかも知っているだろうし、
報いを受けてほしいと感じるのは無理はないと思うぜ。何にせよ桂田の逮捕は、カズワンの沈没事故を解明する上で、大きな一歩ということになるわ。ここまで来たからには、正しく処罰を下してほしいところだな。さて、ここまで話を聞いてどうだった？安全管理の尊さが分かったぜ。私たちの周囲にも、誰かが安全管理してくれているものがあるんだよな。そうね。日々安全に暮らせるのは誰かがメンテナンスしてくれているおかげよね。同時に、その誰かがメンテナンスを怠ることで、とんでもない被害が発生するんだな。絶対的な安全なんてないのかもしれないけれど、責任者が手を抜くのは迷惑だし、責任を問われて逃げるのは論外よね。そのせいで何の罪もない人々が怪我をしたり、最悪の場合、亡くなってしまうんだからな。きっちり自覚を持って取り組んでほしいぜ。というわけで今回は知床観光船沈没事故を紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。